い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドローンおやじです。今回はですね、メイブンアプリのバージョンアップについてお伝えしていこうと思います。メイブンアプリの動画につきましてはですね、過去いくつか上げておりまして、どれもですね、結構皆さんご注目していただいているようでして、再生回数もですね、結構上がっているものが多いです。で、このですね、皆さんが注目されているであろう、メイブンアプリがですね、さらに便利になったというところでですね、今回ご紹介していこうかなというふうに思います。今回何がバージョンアップされたかと言いますと、ライチミッションというものとですね、連携することができるようになりました。ライチは皆さん、お聞きになったことがあるかなというふうに思います。DJI のですね、サードパーティーの操縦アプリということになっておりまして、アプリストア等でもですね、販売されております。で、こちらのライチアプリの、関連で、ライチのミッションですね、自動航行マップ作成に関してですね、メイブンアプリの方と連携することができるようになりましたので、そちらの方を今回ですね、ご紹介していこうかなというふうに思っております。はい、今回ですね、ライチミッションを活用することでどんなメリットがあるかということなんですけども、ライチミッションを活用するとですね、大画面でウェイポイントですね、この自動航行のマップを作ることができますので、これまでですね、メイブンアプリの方だと、どうしてもこう、携帯の小さい画面だったり、タブレットの画面だったりでですね、設定しなければいけないということで、ちょっと、不便を感じるところがあったかと思うんですけども、今回ですね、このライチミッションの方で、ウェイポイントですね、こういった自動航行経路が作成できますので、結構大画面でですね、自動航行経路を作成することができるということは、非常に操作感が上がったかなという印象があります。ですので、こちらの方をですね、ぜひご活用いただいてですね、より良い自動航行マップをですね、作り上げる環境をですね、整えていただければというふうに思います。ライチミッションを利用するのはですね、パソコン版タダになっております。無料でミッションハブ、利用できますので、ご自分でですね、ミッションを作っていただいて、それをメイブンアプリの方に反映してですね、自動航行を楽しんでいただければというふうに思いますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。はい、それではですね、まず、ライチミッションの方に、移っていきたいと思うんですけども、まずはですね、検索サイト等で、ライチミッション、もしくはライチのみでもよろしいんですけども、ライチミッションと入れていただければと思います。ライチは LITCHI ですね。ライチ、ミッションですね。このように入れていただいて、検索すると、このように一番上にですね、ミッションハブ、ライチと、現れてきますので、このミッションハブライチをクリックすると、このライチのですね、ミッションハブに移るということになります。はい、こちらはですね、ライチミッションハブのメイン画面というかですね、最初のデフォルトの画面になっております。こちらですね、今世界マップですね、これ地図が書かれてありますけども、ちょうどアメリカとヨーロッパの一部がこのように入ってますね。で、このですね、黄色いアイコンとか青いアイコン、何を表しているかというと、それぞれですね、このライチのですね、ミッションハブを使って作った地図がですね、ここにたくさん入っているということになります。例えば、このですね、43というところをちょっとクローズアップしていきましょうかね。はい。で、このようにクローズアップしていくと、徐々にですね、数が減っていって、このような形で表されてきます。はい。ということで、このようにですね、ライチのこのアイコンがあるんですけども、このアイコンをですね、クリックすると、このような形でですね、各ユーザーが作ったですね、自動航行のマップを見ることができます。で、こちらはですね、アメリカの地図ですので、日本の方にですね、少し飛んでいこうかなというふうに思います。で、アメリカから離れて日本の方に移っていきますと、日本の方でもですね、いくつか作られていますね。はい、ということでですね、こういった形で、日本全国、あちこち作ることができるんですけども、まずはですね、ちょっと作り方のところとかですね、画面の、操作方法の手順とかですね、そういったところを説明していこうかと思います。例としてですね、いつも私の方が撮影を行ったり、飛行の練習をしております、福津市の方を事例にですね、作成方法を解説していこうかなというふうに思います。はい。はい、それではですね、このライチミッションの使い方を解説していこうかと思います。まず画面の操作なんですけども、上のこの地図、航空写真のところでですね、
通常の地図か航空写真かの地図ですね、かをどちらかを選ぶことができますので、こちらはですね、ご自分の好みに合わせて使い分けていただければというふうに思います。はい、でですね、基本的に使うアイコンというのはですね、こちらのホーム、それからディスカバーっていうのはあまり使うものではありませんけども、ホームはホーム画面に戻る、でディスカバーはですね、先ほど出しました全世界のですね、ライチミッションの飛行経路を探すことができますので、こちらはですね、お好みで活用していただければと思います。それではですね、元に戻りたいと思います。で、メインに使うものはですね、こちらですね、ミッションとセッティングの部分ですね、ここの部分を、よく使うかなというふうに思います。はい、でですね、こちらの飛行経路を作成して保存する場合は、このライチのですね、ユーザーアカウントが必要になってきますので、必ずユーザーアカウントを登録してですね、使うようにしてください。ライチのホームページの方からですね、メールアドレスとパスワードを入力することで、アカウントを簡単に作成することができますので、こちらの方ですね、ご活用いただければ、飛行経路の保存ができるようになりますので、飛行の経路の保存をしたい場合は必ずアカウントを取ってご利用ください。はい、それではですね、ミッション、セッティングの方からいきたいと思うんですけども、セッティングのタブを開くとですね、ユニッツとかヘディングモード、フィニッシュアクション等がですね、載っております。で、ユニッツに関しては単位ですね、通常はもうメートルの方、メトリックの方でですね、変更する必要はありません。で、他にですね、ヘディングモード、オート、イニシャル、マニュアル、これはですね、機種の向きですね。機種の向きをどう設定するかなんですけど、これカスタムにしておいた方が後々よろしいので、今回はカスタムでいこうと思います。それぞれのウェイポイントですね。飛行経路においてですね、機種の向きっていうのは変えなければいけないと思いますので、通常はカスタムでしたいと思います。はい、それからフィニッシュアクション。これは自動航行が終えた後に、どういった動作をするかということなんですけども、NAN は何もしない。で、RTH は、その名の通り、リターントゥーホームがかかります。ランドは着陸ですね。で、バックトゥーワンっていうのは、これウェイポイントの一番最初の地点に戻るということになります。で、リバースっていうのは、これまでこなしてきた飛行経路を逆に戻っていくというのがフィニッシュアクションですね。このリバースになります。はい、でですね、あとパスモード、これはですね、ストレートラインかカーブターンで選ぶことができるんですけども、カーブターンの方を設定しておけばですね、自動的にウェイポイントの間をですね、カーブでつなぐことができますので、これ結構便利ですので、カーブターンの方にしておきたいと思います。で、このクルージングスピードというのは何かというと、飛行速度を設定しない場合に、どのような速度で飛行するかというのをですね、ここのクルージングスピードで決めてあげることができます。今回はですね、とりあえず20キロはちょっと早いなと思うので、今回は 6.1%。ここ手打ちでもできますので、手打ちでじゃあちょっと6にしておきましょう。これは、お好みで設定していただければと思います。はい。それからマックスフライトスピード、これは最高速度を設定することができますので、これもですね、お好みに応じて設定していただければと思います。今回は15にしておきましょうか。15キロにしておきます。はい。で、それからですね、フォトキャプチャーインターバル、これはですね、現在ディセーブルドになっているので使用しないということになっております。で、このフォトキャプチャーインターバル、これはもし、設定したい場合はですね、例えば、1とか2とか入れてあげることによって、1秒ごとに、写真を撮る。もしくは1メートルごとですね。こちらメーターズの方は1メートルごと、2メートルごとという形で、設定した距離に応じて写真を撮るモードというふうになっております。はい。これはですね、今回ディセーブルドのままにしておこうかなというふうに思います。はい、続いてデフォルトカーブサイズ、これはですね、カーブの大きさをもともとカーブターンを選択した場合にですね、どういった、半径でカーブパスを描くかということになっておりまして、小さい値ほどですね、カーブの半径が小さくなるということになります。だいたいこれは 50% ぐらいにとりあえず設定しておきましょうかね。ここは後でカーブサイズは切り替えることができますので、こちらの方はとりあえず 50% にしていこうかと思います。
まあ、あとはまあこの辺だけまあ設定できておけば、まあ、とりあえず OK かなというふうに思いますので、とりあえずこれを設定していただいて、クローズを押していただきください。はい。で、これでですね、セッティング終わったことになりますので、それぞれいよいよですね、ミッションを作っていこうかなというふうに思います。はい。はい。で、ミッションはですね、カーソルをミッションズのところに合わせると、様々出てきます。ニュー、オープン、セーブとかですね、いろいろ出てきますので、新しく、ミッションを作りたいならニューを押しましょう。で、ニューを押してですね、早速ミッションの方を作っていこうかなというふうに思います。まずはですね、一番最初のウェイポイントを、クリックしてですね、設定していきます。はい。で、こちらですね、クリックするとこのように、アイコンが出てきて、おります。で、このアイコンが一番の上に30というふうに書かれてますけども、これが飛行高度ですね。これですね、離陸地点からの高度になりますので、これはご注意ください。はい。で、離陸地点からの高度がこれ30メートルですよ。で、その上はですね、緯度と経度とですね、緯度経度がそれぞれ記されています。はい。で、アバーブグラウンドっていうのがありますけども、これ入れていただくと、地形情報をもとに、地面の位置から何メートルっていう風に設定できるんですけども、これはちょっとあまり信用ができないんで、とりあえずですね、これはもう離陸地点からの高度を入れるようにしておいた方が安全かなという風に思います。はい。で、続いてその下のスピードはそのままですね、機体のスピードになります。で、クルージングを選んでいただくと、最初先ほどのセッティングの方で、設定したですね、速度で飛行しますので、とりあえずまあクルージングのままで行きたいと思います。で、カーブサイズ、これまだ0メートルですね。もちろん最初の、A ポイントですので、まだカーブは出てこないということになります。で、ヘディングは0なんですけども、今これ0で真上を向いている。北の部分ですね、北方向を向いております。で、これをですね、回転させていくと、アイコンですね、こちらの飛行機のアイコンが回転しているのがわかるかと思うんですけども、このようにですね、回転させることができます。で、最高は360度、まあ、元に戻りますけども、こういった形ですね。はい。で、お好きな方向ですね、まずは、まあ、どういった方向を機体が向くかというところをですね、設定してあげてください。で、まずはとりあえず、0度のままにしておこうかなというふうに思います。で、POI、これはもうポイントオブインタレストになりますので、これをですね、今、まだ設定しておりませんので、何も出てきません。何のままですね。で、ジンバルピッチ、こちらも、どのようにジンバルを、傾けるかという形になりますので、まだこのままですと、今は、まだジンバルピッチは、特に、設定をしておりません。で、アクションズと書いてあるのは、これはですね、このプラスボタンを押していただくと、ステイフォーとかですね、テイクフォートとか、スタートレコーディング、ストップレコーディング、ローテートエアクラフト、チルトカメラというふうにですね、それぞれ6項目設定することができます。その名の通りですね、ステイフォーは、ここに何秒とどまるかということを設定できますし、テイクフォートは写真を撮るということになります。で、スタートレコーディングは動画撮影開始。ストップは動画の撮影停止ですね。で、ローテートエアクラフトに関しては、機体が回転するという方になりますね。これを押していただくと、何度回転すると。このローテートエアクラフトを選んでいただくと、角度が表示されますので、この設定した角度分、機体が回転するということになります。で、チルトカメラ。こちらもカメラのチルトをどれぐらい傾けるかということになりますので、こちらは角度を設定することになります。はい。今回は、まあ、消しておきますね。何も、まあ、アクションしないということで、していこうかなと思います。はい。それではですね、次のですね、ウェイポイントを設定する場合は、他の、地図上の他の地点で、クリック、左クリックしていただければ、このように、出てきます。はい。で、続いてですね、同じように、トントントンと、この、岸壁というか、この鳩場ですね、鳩場のところをですね、迂回するというか、回るような形で、設定していくと、このようにですね、パスが自動的に生成されます。で、どんどんクリックしていきます。はい、これでですね、10点のウェイポイントが作成されたことになります。で、すべてまだですね、飛行高度は30メートルになっておりまして、これからですね、編集していこうかなというふうに思います。で、今ですね、10点作成すると、このようにですね、自動的にカーブパスが生成されております。
で、この黄色がですね、もともとクリックした地点なんですけども、機体が飛行する経路というのはですね、このですね、水色の経路ということになります。はい。ではですね、まず1地点目に戻って、次2地点目に行きたいと思います。で、こちらのですね、カーブの半径がこちらのカーブサイズの方に7メートルと出てますので、これを大きくすれば、カーブパスの軌跡が大きくなるということになりますので、こちらはですね、お好みに応じて、設定していただければと思います。で、ヘディングに関しては、このようにですね、向きを変えることができますので、今回はですね、POI をここの地点に持っていこうかなと思います。で、POI を設定する場合は、このポイントオブインタレストの地点で、右クリックしていただくと、このように、ポイントオブインタレスト、この POI は1セッティングスというふうに出てきますので、こちらの方で設定していきます。で、この、POI セッティングス、これもあの、緯度、経度が出てますけども、ポイントなのはこれですね、アーティチュードですね、これ高度を表しておりまして、どの高度、この POI 地点の、どの高度に、カメラですね、フォーカスを向けるかと。ということになっておりますので、これはご自分で設定されてください。マイナスも設定することができますので、これはですね、現在の離陸地点からの高度ですね。ですので、まあ、今回は3メートルということにしておきましょうかね。で、3メートルで設定をしました。で、POI 地点を設定したら、カメラを向ける地点をですね、設定していきます。で、今回2番、3番、4番、5番の地点で、この POI の、この1番の POI にですね、フォーカスしていこうかなというふうに思いますので、まず2番をクリックしていただきます。で、2番をクリックしていただくと、POI のところが何のところだけじゃなくて1番が出てきますので、1番というふうに押していただくと、1番方向に機種がですね、向いていることが確認できるかと思います。で、同様にですね、3番目も POI1。4番目も POI1 ですね。で、5番目も POI1。これ自動で入るところもありますので、それぞれですね、設定していただければというふうに思います。で、ここでですね、2番で撮影開始をしたいと思います。動画撮影開始をしたいと思いますので、ここでプラスボタンを押していただいてですね、スタートレコーディングというふうに押していただくと、2番の地点に来たら録画が開始されて、5番の地点で録画終了ということにしたいと思います。ストップレコーディングにすると2番で撮影開始されて3、4、5といくつの間にこの1番を POI する動画を撮影するということになります。はい。で、続いてですね、6番はですね、ちょっとヘディングの向きを少しいじってやろうかなと思います。で、次ですね、8番、9番に POI を2点目をですねセットしたいと思います。POI 2点目をですね、まあ、この辺のちょっと適当にですね、海岸の方に設定します。で、この辺に、カーソル持ってきて、右クリック、所定の位置で右クリックしてあげればですね、このように POI を設定することができます。はい。ということで、これで2番目の POI ができました。で、この8番と9番をこの2番のところにフォーカスしたいと思いますので、8番を2、9番を2と。してあげればですね、この2番の方に機種が向くということになります。10番も2にしておきましょうかね。はい。ということで8、9、10この3点がこの2番を向きながら飛行するということが設定できました。こちらもですね、8番でスタートレコーディングにして9、10番でもう一度ストップレコーディングで8番から9番までを撮影するというような形にしたいと思います。はい。これでですね、2つの地点を POI する、自動航行経路が、作成することができております。それぞれのウェイポイントに関しては、例えば1番を変更、それぞれ、任意の地点に、このように、設定、変更することができますので、これをご利用ください。高度を変更したい場合は、ここでアーティチュードの方で、自由にですね、30メートルか他の、高度に変更してあげることもできますので、こちらの方をご利用ください。はい。ということでですね、この作成した経路を一括で消去したい場合は、左下のクリアを押していただくと、クリアオールというふうに聞かれますので、ここでクリアをクリック、左クリックすると、このようにですね、飛行経路が消えてなくなります。はい。ということで、今作ったですね、経路をもう一度呼び出したい場合は、ミッションズからオープンを選んでいただいて、テスト1をですね、のオープンをクリックしてあげれば、このように表示がされます。
はい、で先ほどのミッションズオープンの画面なんですけども、このですね説明していきたいと思います。まずこのプライベートって書かれて、これチェックが入ってますけども、プライベートを外すと他のライチユーザーがこの飛行経路を見ることができますので、もし見られたくないという方はですね、このプライベートに必ずチェックを入れていただければ他のユーザーからは見えませんのでご安心ください。でビデオに関しては、これはですね、この飛行経路で飛ばして撮影した映像をですね YouTube とかでアップしてそれを紹介したいという場合は、ここにですね URL、 YouTube や Vimeo の URL を入れていただければですね、そちらの方にリンクするようになっております。で他にはですねシェアしたりとか、そのデリートしたりとかですね、消すことができますので、こちらは、ミッションですね、ご利用ください。オープンの画面ですね、ミッションを開くものになります。はい、ではですね今回福間海岸の方で事前に作っておいた、飛行経路がありますので、そちらの方を開いていきたいと思います。はい、こちらがですね事前に作成しておいた経路になります。でこの経路をですね名分アプリの方にエクスポートしていこうかなというふうに思います。エクスポートのやり方なんですけども、まずミッションの方からエクスポートアズ CSV を選んでいただきます。エクスポートアズ CSV を選んでいただくと、このように保存画面になりますので、ここでですね必ずこの iCloud ドライブを選択するようにしてください。この iCloud ドライブに保存することによってですね Maven の方でも開けるようになりますので、iCloud ドライブを選択してあげて名前を付けてあげて CSV で保存していきます。はい、で保存してですね Maven アプリの方で開くためにはウェイポイントのアイコンをタップして開いていきます。ウェイポイントの画面を開くと、初期画面でこのようにデザインニューミッションと表示されますので、これの真ん中の CSV のアイコンをタップすると、このように iCloud ドライブからファイルを開けるようになりますので、先ほどエクスポートしたファイルを選択して開いていきます。選択するとこのようにですね、先ほど第一ミッションの方でエクスポートしたファイルがこのように Maven アプリの方に飛行経路として取り込まれていることが確認できるかと思います。これがですねウェイポイントの1番目から、きっちりとですね Maven アプリの方に反映されているかというのを確認してみます。ということでですねやっていきましょう。で1番のウェイポイントに関してはですね、このように、高度が 30m、 スピードは 5km ですね、それから POI の設定が1番になっていますけども、Maven の方でもきっちり1番の POI を目指すということになっております。続きまして2番目ですね、2番目のウェイポイントに関しましても同じように高度が 30m、 それからスピードは 5km 毎時ですね、 5km パワー、時速 5km、 それからコーナーラジアスは今回0にしておりますけども、カーブサイズもちゃんと0になっているということで、両方のコーナーラジアスがきっちり合っているということが確認できます。それからですねウェイポイントに関しても POI1 番目を目指していることが確認できますし、さらにですねアクションオンウェイポイントのところにきっちりスタートレコーディングが入っております。でこの第一ミッションの方でもですねアクションの方にスタートレコーディングが入ってますので、これもですねきっちり合っているということになります。続いて3番目ですね、3番目に関しても同じように POI がきっちり設定されているということが確認できます。はい、それから4番目に関しては、このような形になってますね。これクルージングにスピードが設定されているんですけども、クルージングの場合はですねどうやら前回のウェイポイントのスピードをそのまま引き継ぐような形になっているみたいですね。5キロ毎時になっているのが確認できます。メブの方ではそういうふうになっているんですね。カーブサイズは 14.5m と、ちょっとですねコンマ 5m ほど差はありますけども、きっちりですねカーブサイズも反映されております。それから POI も1点目の POI をきっちり見るようになっておりますね。はい、問題ないかと思います。続きまして5番目、5番目の方はこちらはですね最後にストップレコーディングを入れたんですけども、ストップレコーディングが入ってますね。アクション1ということでストップレコーディングということできっちり確認されております。
続いて6番目のウェイポイントですね。6番目のウェイポイントに関しては何もアクションはありません。そして高度は58メートルに上がっているということで、これも間違いなく58メートルに上がってますので、これは OK ですね。はい、それから続いて7番目のウェイポイントに関しましては、高度を61メートルまで上げております。この61メートルも7番目のウェイポイントの高度に合っておりますので、こちらの方は問題ないだと思います。続きまして8番目のウェイポイントなんですけども、これも51メートルに設定しておりますけども、きっちり51メートルということで反映されております。最後に9番目ですね。9番目も29メートルという形になっておりまして、このようにですね、ライチミッションの方で作成した自動航行の経路がメイブンアプリの方にもですね、きっちり反映されているということが確認できるかと思います。で、この中でですね、メイブンアプリの方に反映されないものに関してなんですけども、こちらのですね、ミッションコンフィギュレーション左側の設定の部分、こちらがですね、第一ミッションからは反映されない部分になります。スピード、こちらはですね、ウェイポイントディファインドにすると、今回ですね、第一ミッションで作った、速度ですね、機体の速度が反映されるんですけども、これをですね、左側の2位の速度にすることもできます。現在3メートル毎秒ですね、スピードをこちらの方で変えること、設定し直すこともできますので、こちらはご活用ください。続いてですね、ヘディングとかジンバルピッチモードに関しても、ウェイポイントディファインドにしておかないと来日ミッションの設定が反映されませんので、こちらの方もご注意ください。で、そしてですね、このアクションアフターフィニッシュ、これは、自動航行が終わった後の動作になるんですけども、こちらに関してもこのメイブン側で設定してあげる必要があります。したがって、なんとかですね、ゴーホーム、ランド、バックトゥファーストで、この来日ミッションにあって、このメイブンアプリの方にないものはですね、リバーストになります。こちらの方はメイブンアプリの方では設定できないということになりますので、ナン、ゴーホーム、ランド、バックトゥーファーストの中からメイブンアプリの方で設定していただく必要があります。はい、以上がですね、メイブンアプリの方にしか反映されないもの、要は第一ミッションで設定できないものになりますので、こちらの方はですね、ご自分でメイブンアプリの方で設定されてください。特に自動航行終了後の動作についてはですね、メイブンアプリの方で設定してあげる必要がありますので、ご注意ください。はい、今回はですね、第一ミッションからメイブンアプリの方に自動航行経路をエクスポートして活用する方法についてご紹介してきました。第一ミッション、非常にですね、インターフェースも分かりやすくてですね、使いやすいものになっておりますので、大画面でこちらの自動航行経路を作成するのは非常に楽になるかなというふうに考えております。どうしてもですね、スマートフォンやタブレットに関しましてはですね、ちょっと画面が小さくなってしまいますので、その点ですね、少し自動航行経路を作りにくいというのがあったんですけども、この第一ミッションを活用することによってパソコンの画面で編集することができますので、こちらの方ぜひご活用いただいてですね、メイブンアプリの方にそちらをエクスポートしてご活用していただければというふうに思います。それでですね、また次回の動画でお会いしたいと思います。ここまでドローンオヤジがお伝えしてきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。